始まりました。第5弾いきなり詰まりました。あ、ごめんなさい。はい、第5弾です。前回に続いてですね、その総合視聴回数総集編ということで、やっていきたいと思います。それでは第41どうぞ。子供のまーちゃんです。強くするお言葉、正当な生き方。人生とは、その生命の生きている事実に対する名称である。したがって、正当な人生は正当な生き方からのみ獲得される。心身の統一された生き方が人間の本来の目的に即した生活法であると論断するわけも、またこの点にあるのである。正しく自分の思うようにポジティブにいきましょう。よかったらチャンネル登録を。ではおやすみなさい。はい、41でした。何回も聞いてもね、結局は意識高く常に努力してポジティブに生きなければいけないと、高めていかなきゃいけないということなんだと感じました。それでは第42です。どうぞ。あとね、物言わないとかさ、ああいうのはやめた方がいい。嫌なら嫌だって言えばいい。はい、42、途中で中途半端なところだったのでよくわからないですけども、まずノーと言える日本人になりましょうと。嫌なら嫌だと、まあ言い方ですけども、あ、ごめんなさい、ちょっとごめんなさいね、今日いけないとか、そういうことだと思います。では次、第43位です。どうぞ。子供のまーちゃんです。速報で、先ほど、山本投手がドジャース入団、同意ということで、10年契約463億円、約、まあそれぐらいで、10年契約ということで、2人で、優勝を続けて、夢のある未来を作ってほしいと思います。本当に良、かったと思います。子供の憧れ、になると思います。本当に良かったです。じゃあね、最後言うことなくて黙ってしまってあと数字も全然違うしね、金額、あと10年でもなかったし、めちゃくちゃでしたね。これ15秒ぐらいで、配信でもよかったとは思いますけども、まあまず夢が持ててよかったと思います。では44位です。どうぞ。子供のまーちゃんです。今日は、子供たち、そしてお父さんお母さん、みんなで仲良く、クリスマスパーティーを開いていると思います。もう終わったのかな。やっぱり家族っていいですよね。こう一緒にいるだけで力をもらえるっていうこと、いるだけで愛されるっていうこと。だからすごい怒ることはなくていいと思うんですよね。やっぱりそこには愛があれば、何でもできると思います。メリークリスマス。はい、これはちょっとね、麻雀的には辛いですね。家族いるんですけど、まあ
提供しているということで、本当は家族みんな楽しくやりたいんですけどもね、なかなか理解してもらえなかった、もらえない、努力が足りなかったのかもしれません。では45位どうぞ。一歳子供のまんちゃんです。子供のさやちゃんでしょ。はい、子供のさやちゃんですって。子供のまんちゃんです。まんちゃんね、さやちゃんでしょ。はい、じゃあウィス子供のまーちゃんです。はい、ウィス子供のまーちゃん、さーちゃん、さーちゃんって言って、さーちゃんです。いや、ウィス子供のまーちゃんです。ウィス子供のまーちゃん、さーちゃんだって。もうね、さーちゃん今日も来てくれました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。うん、ありがとう、ありがとう。はい、それでね、今日は何しよっか。いやー、子供は可愛いですね。まあ5歳、4歳だったかな、あの時は。まあ、わざと言い間違えするところもちょっとね、お笑い的にはすごくいいなと思って笑ってました。では、5本続けてどうぞ。子供のまーちゃんです。強くする言葉、友達のありよう。朋輩の交わりは礼儀を失うべからざること。同じく曰く、安平中はよく人と交わる。久しくしてこれを形成せり。論、また曰く、朋友と交わりで信じならざるか。解説、仲間同士の交際は礼儀を失うべきではないこと。個人が言っている性の安静は誰とでもうまく付き合う。しばらくして人々は安静を尊敬した。論語も言う、友達との交際において真偽に背くことはなかったか。ということで、古くからですね、礼儀というのは大切だということですね。子供のまーちゃんです。いきます。何を強くするお言葉、原因と結果を見極める。自分に訪れる出来事の種をまいているのはみんな自分なのです。そうですね。はい。まゆ、まゆちゃんはそうでした。すいませんでした。もうこれ、なんなんだよ。自分の心がけ次第で運命すら変えられると。因果応報とは仏教の言葉ですが、物事の原因は、原因と結果は、はっきりと結びついている様を言いますと。言い換えれば、この世の出来事は必ず原因があるということです。皆さん気をつけましょうね。おはようございます。子供のまーちゃんです。それでは始めたいと思います。アマテラス、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 
アマテラス、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 アマテラス。終わります。1分アマテラスを言うのは結構しんどいですね。あと因果応報は本当にそう思いました。順でね、種をまいてたから、やっぱり人に、こう、人が離れていくとかね、そういうところとかって、やっぱり自分でも自問自答しながら考えていかなきゃいけないなと思いました。では、第46位です。これだけこれだけで46位、みんな優しいですね、ありがとうございます。ちょっとね、登録数を伸ばしたいということで、ちょっとね、宣伝的なことをしておりましたが、ちょっとそれはやめますね。次、47位です。どうぞ。言葉が人生を左右する。具合が悪い時に具合が悪いと言ったら、具合が悪いのが治るかい？っていうことだね。そうね。治らないね。ふふふ、じゃないよ。まあね、その通りなんですね。そういう、やっぱり気持ちのところをよく本質的なところで見てるんですね、テンプ先生は。まあそういうところで、それも口にして言葉、やっぱりね、言霊になっちゃうから、それは言わないということが大事ですね。では第48位です。どうぞ。子供のまーちゃんです。強くする言葉、生きるために働いているのではない。働くということは人間本来の面目である。言い換えれば、生きるために働くのではなく、働くために生きているのだ。これは深いですね。これ読むに今、何回取り直したか。深いので、今日あったことを一つ。夕食時に、席に座ったら、ちょうど股間にお汁粉がつつ中途半端。全然こんな簡単な文章で何回もやり直して、立て直そうとして中途半端になって喋れない、枠にはまらないというね、NG にもならない、初歩的なミスですけども、次行きましょう。49位です。どうぞ。じゃあね、おやすみ。なんかあったら X でちょうだい。友達かよ。全然これだけだったら全然わかりませんね。NG シーンとかって書いてたけど、なんかわかりません、私も。あと、起伏が激しいなぁ、で。なんか暗いのと高いのと、ちょっと最後に放送を、はい、50位です。どうぞ。皆様が今日一日幸せになりますように、念じました。はい。念じてもらってもね、こんな暗い感じだとね、なんかいいものが悪いものに変わりそうで、ほんとちょっと反省します。また前回も反省したな。今回第5弾目は41位から50位までということでした。最後ね、10位から1位まであるんですけども、どこら辺で、入れるかちょっと考えております。でもちょっと、少しね、テンションが低すぎるなと、ダメだなと思いました。私自分が聞く立場になっても、やっぱりこれだとね、聞けないね。じゃあねー。